運動会組体操の危険性を考える先生が絆なんだよ、伝統なんだよ、と言っていた。組体操事故の被害生徒が智文化省に怒りの手紙。学校で相次ぐ組体操事故について、高層化の規制や中止の対策を取る動きが今月に入り相次いでいる。重大事故を防ぎにくいとされるタワーやピラミッドを中止することにした大阪市教委に続き、千葉県柏市と流山市の教委が小中学校での組体操の全面中止を決定。松戸市も中止を検討していると報じられている。特に小中学校の校長会が地元の病院の救急医が発表した組体操事故の実態をエビデンスとして規制を判断した松戸市教委の例は、他の地域にも大きく影響を与えそうだ。そんな中、2年前に小学校で組体操の練習中に後遺症の残るほどの大怪我を負った中学生が智文化省に宛てて手紙を書いた。先生が絆だから、絆なんだよ、と言いながら練習をさせていた実態を明らかにし、相次ぐ組体操事故について国に無責任な検討で済ませないよう強く求める内容が綴られている。手紙はすでに大臣側にすでに渡っており、書いた本人の許可を得て文末に全文を記載した。国も地方に慎重な姿勢を求める方向で動き出してはいる。5日には、地方文化省が衆議院予算委員会での初鹿明宏議員、維新の質疑に対し、重大な関心を持ってこのこと組体操の中止について文部科学省としても取り組まなければいけない、と答弁し、国として調査や規制をしないとしていたこれまでの方針を転換。鈴木大地スポーツ庁長官も22日の会見で、安全な実施に向けて国が一定の方向性を示すこともやむを得ないという考えを示した。16日には、超党派の学校管理下における重大事故を考える議員連盟が結成され、現役の文化大臣を含む与野党の3人の大臣経験者も顔を揃えた。すでに2回の勉強会を開き、組体操事故の実態が広く知られるきっかけを作った名古屋大学の内田良純教授、教育社会学や学校体育を所管するスポーツ庁の学校体育室、組体操を実施する都内の小学校の校長らから話を聞き、智文化省に手渡す要望書をまとめた。民の声に続く。